タンデム自転車、タンデム自転車、タンデム自転車は複数のサドルとペダルを装備し複数人が前後に並んで乗り同時に駆動することができる自転車。タンデム、タンデムとは英語で座席が前後に二つ以上並んだという意味の形容詞でオートバイの二人乗りや小型航空機の座席配置を指す際にもこの語が使われる。通常二人乗りだが三人、四人、 5人乗りのためのものもある。日本工業企画ジス D9111-2010 自転車分類及び所言や道路標識などではタンデム車と表記される。タンデム自転車に複数人が乗るサイクリングを特にタンデムサイクリングと呼ぶ。それぞれがペダルを踏むため1人乗りよりも強い力が出る。2人以上でペダルを回すことで合計の出力は倍になり、 かつ、後ろ側に乗車した人は、空気抵抗を受けにくいために、一人乗りの自転車よりも、高速走行に有利である。サドルが左右に並んだ、サイドバイサイドの自転車はと呼ばれる。19世紀に一時爆発的に流行したことがあったが、第一次及び第二次世界大戦を挟んで、廃れていった。しかし、技術の進歩により、構成部品の性能が著しく向上したこともあり。 様々な車種で登場している。ランドナー、マウンテンバイク、ロードバイクはもとよりリカンベントなどにも存在する。最前部に乗車する人はキャプテン、またはパイロット、それ以外の後部に乗車する人はストーカー、またはコパイロットと呼ばれる。キャプテンコパイの故障関係は飛行機と同じ、機長、副操縦士機長が主導権を握り、副操縦士は 支援に回る。二人乗りのタンデム自転車は、二人で漕ぐことにより、出力が2倍になる一方で、空気抵抗はあまり増えないので、一人乗り自転車と比較して、高速での走行が可能となる。一方、二人分の体重や脚力に対応するために、丈夫な構造が求められるために、車重は重く、途半などは軽量な素材が使われた一人用、自転車に劣る。 また長いホイールベースにより高速での安定性に優れるが低速走行や小回りは不安定で苦手である。クランクは搭乗者の数と同じ数だけ取り付けられており、二人乗りのタンデムでは二組のクランクが用いられている。クランク間を結合するチェーンのかけ方によって2種類に分けられている。クロスオーバードライブ用のクランクはストロングライトなどのメーカーより製造販売がされている。 一般の自転車では、チェーンの緩みを取るために、五輪軸の位置を移動できるようにし、チェーン引きというネジで張力を調整する。タンデムの場合も、ストーカー側のチェーンの張りはこの方法で調整できるが、キャプテン、ストーカー間のチェーンの張りの調整ができない。そのため、チェーンテンショナーというバネのついた部品で張力を調整するか、キャプテン側のクランク取り付け部に、 エキセントリックハンガーという位置調整のできる特殊な部品を使って張力を制する。一般の自転車より重いタンデム車ではブレーキも特殊であり、搭乗者分の積載重量を考慮したタンデム専用ブレーキを用いる。例えば、前後2つのブレーキを1つのブレーキレバーで操作できるようにした2本引きのブレーキレバーと前輪用のブレーキレバーと組み合わせて使った3本ワイヤー式の 物やドラッグブレーキといったものを使うことがある。タンデムに適した強力な制動力を得るように設計された専用ブレーキ、かつては車タンデムブレーキ、マキシカ、車タンデム用体系内、ヒロム式ブレーキが利用される。ホイールは2人分の体重と脚力に対応するために40本、または48本、場合によっては56本のスポークを使い、 後輪のオーバーロックナット寸法は145から1 5 5トルと一般の自転車より幅の広いもの利用される。ハブには一般の自転車よりも太いハブ軸が用いられる。自転車競技のトラックレースにはタンデムスプリントという種目がある。オリンピックでは1972年のミュンヘンオリンピックまで世界選手権自転車競技大会では1994年の イタリアパレルモ会まで実施種目であった。日本では今日でも全日本学生選手権、自転車競技大会、全日本大学対抗選手権、自転車競技大会といった大学生の大会において実施されている。障害者スポーツとしてのパラサイクリングでは、視覚障害クラスの競技として、ロード、トラックともファンデム自転車を使用したレースが実施されている。この場合、 健常者がパイロット、前乗り選手として全席に乗り、視力障害者のサイクリストは、ストーカーとして後席に乗り競技を行う。タンデム自転車を使用したパラサイクリング競技が行われる代表的な大会として、国際的なものでは、パラリンピックのほか、UCI パラサイクリング世界選手権、日本国内のものでは、日本障害者自転車競技大会、 日本パラサイクリング選手権などが挙げられる。行動走行については口述のように地域ごとに規制がある。タンデム自転車はレジャー用に利用されるほか、視覚障害者でもサイクリングを楽しめる手段として活用されている。公園や特設コースなど一般に開放されないコースでレンタサイクルとして貸し出されていることが多い。日本の道路交通法では乗車装置、 用事用を除くが一つ、全長 190cm までのもののみを、普通自転車として定めている。また、道路標識、道路表示の補助標識などにおいて、単に、自転車とある場合は、普通自転車のみのことを指す。よって、タンデム自転車はその範囲に含まれず、軽車両を扱いとなるため、歩道通行などは認められない。なお、補助標識に、自転車を除くとある場合は、 法令的に普通自転車を除くの意味となり、タンデム自転車はその規制除外対象とはならない。一方、補助標識に軽車両を除くとある場合には、時期通り軽車両を除くの意味となり、軽車両はタンデム自転車含むすべての自転車を含むので、タンデム自転車はその規制除外対象となる。また、同行法のみでは、 タンデム自転車の行動走行について特に制限は設けられていないが、各都道府県公安委員会が設定する道路、交通法施行最速、または道路交通規則などといった規則により、自転車専用道路等を除く、一般行動でのタンデムサイクリングが禁止されている場合が多い、各都道府県別の概要は後実。二千十八年三月一日現在、 二人乗りの状態の二輪タンデム自転車が一般行動を走行することを認めているのは十五、府県である。タンデム自転車は冒険の要素を含んだ自転車旅行に使用されることがある。日本人では1997年6月から2007年11月の10年5ヶ月タンデム自転車で世界88カ国約10万5000キロを走破した宇都宮一世。 友子夫妻や、2004年7月から2005年1月、2007年4月から2009年6月の2回に、分けて、タンデム自転車で世界43カ国、約2万6000キロを走行した、青木文也、直美夫妻がいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。